はい、これからですね西鉄に乗って、太宰府まで行こうと思います。で、前回の動画でちょっと最後の方を話したと思うんですけど、これ祝い餅、これまだちょっと食べてないんで、太宰府行くまでには食べようと思います。今日乗るのは、9時発の特急の大牟田行きの方に乗ろうと思います。なんで、二日市で乗り換えで太宰府に行きます。外のですね天神なんですけど、もう人はほとんどいないですね。いや、去年も確かこれぐらい人が少なかったと思います。ちなみに今日買った祝い餅なんですけど、こちらね、こしあん、こしあんと、粒あん、粒あんと、あと抹茶買いました。はい、このね3つ買ってきましたんで、あと10分後に大牟田駅出るので、ちょっと10分で3つ食べようと思います。持って、ね、持って行ったとしてもちょっと荷物がかさばるので、抹茶、最後粒あんいただきます。はい、今太宰府に着きました。で、これからですけど、まあ、ちょっと鏡通りって言われてるカフェにちょっと10時からオープンらしいんで、そちらに先に行こうかなと思います。初詣前にこちらのですね鏡通りに出りたいと思います。こちらね、10時オープンなので、今がちょっと時間見たら9時半なんで、あとちょっと30分ほどですね外で待って入ろうと思います。太宰府ですけど、まあ、去年より多分人は少ないかなと思います。
今ですね、風緑に入ってきました。はい、で今日自分が注文したのは、ケーキセットの方を注文しました。そうですね、店内はものすごいね、雰囲気のあるお店です。ではいただきます。じゃあこれレモンティー、レモンちょっと絞って入れようと思います。砂糖を一つ入れます。ちょっと甘いの好きなんで入れます。でショートケーキはですね、結構スポンジがですね、ふわふわのスポンジケーキになってます。こちらレモンティー、今ですね、風緑に行きました。で、店内ですね、少し撮影させてもらって、今、お店から出てきたんですけど、なんかですね、写真撮影は多分大丈夫なんですけど、まあ、動画撮影がご遠慮くださいっていうことで、なんかテーブルにこうね、こう置いてあって、でそれをですね、まあ、ちょっと知らずに、まあ、普通に、まあ、店内で結構撮影を させてもらってました。はい、で、まあ、一応お会計の時に、まあ、動画使えるかどうか聞いてみたんですけど、まあ、一応その程度だったら大丈夫ですよということで、まあ、一応この動画自体はね、あのお店の雰囲気を伝えるという意味で入れようかなと思います。ただ多分もう基本的には動画撮影禁止らしいんで、はい、もうギリギリのラインだと思います。今からですね、参拝してこようと思います。今ですね、太宰府天満宮の方を参拝してきました。でおみくじも引いてですね、中吉でかなりいいことが書かれていたので、こちらですね、おみくじの方はですね、木の方にくくりつけて今日はですね、帰ろうかなと思います。